スーダンの大統領は、スーダン共和国における原始たる大統領である。スーダンではこれまでにたびたびクーデター等の政変が起こっており、大統領以外の役職の者が原始となるケースも少なくないため、ここではそれらも含めて記述する。2019年のクーデターによって憲法が提出されているため、現在大統領に関する規定は存在しない。 1956年の独立以降、スーダンでは主権評議会をはじめとした集団指導体制と軍事政権を繰り返しており、元首が大統領を名乗った期間は長くない。実際に大統領という肩書きを使用したのはアップード、ヌメールイ、バシールの3名で、大統領選挙はヌメールイ、バシールの統治下に実施された。大統領経験者の全員が、 クーデターで政権を奪取した後に大統領への就任を宣言しており、大統領選挙ではいずれも再選を果たしている。そのため同国では選挙で新たな大統領が選出されたことがない。政権交代の多くがクーデターといった非正規の方法で実現しており、民主的な政権交代は数少ない。以下はスーダンの元首が用いた肩書きの変遷である。ありがとうございます。